カフェステラと死神の蝶。ダメ元ですから、閣下、お願いします。メイさんのためです。メイよ、くれぐれも取り乱すなよ。大丈夫です、大丈夫ですって。全く信用できん。閣下、早く早く。ママよ。おい、メイ、数秒前の発言をもう忘れたか。大丈夫ですよ。冷静、私、冷静。多分ですけど、メイさん、野良猫に好かれないタイプですよね。よくわかりますね。人に慣れた猫でさえ、私を見たら逃げます。なぜでしょうね。理由は明白だろうが。さあメイさん、閣下の周囲に蝶を解き放つイメージでやってみてください。はい、閣下のあまりこういうことは言いたくないが、我が輩を前にしたメイは心底気持ち悪いな。